先に反応したミキ、セカンドボール内側にいました福光、もう一回ミキ、後ろサポート小林、浮かせてブアニカ反応、ボックスだがブアニカ、セカンドボールミキ、ただマテウスストップ。いやもう本当マテウス選手 の、はい、あの素晴らしいシュートストップだと思いますし、そのまま綱島はついていきます。ここで足を出しました、うん、これ失いたくないですね、すぐに縦森田、さあスピード上げます河村、足元ボールコントロールかわしに行く、ただ後ろからサポート森田、まあ、林のところを消しながら千葉のツートップで前に出てボールカット鈴木、足元ミキ、左に椿、前にブアニカ、選択肢複数、かわしに行ってミキ、右で打つ、こぼれ球ブアニカ、西久保ニアサイド、中央新井貴、ニアに鈴木も入ってきました。マテウスパンチング、さあこのセカンドボールに対してはなんとかキープできればというところ、マリオ・エンゲルス、ワンタッチ、バスケス・バイロンへ、ブアニカ後ろから追いますがそのまま運ぶバスケス・バイロン、左足のシュート止めた、一ついい形でカウンターフィニッシュまで持っていきました東京ヴェルディ、バスケスバイロンのシュートは新井翔太ストップ。綱島です、浮かせてかわして森田が運ぶ、裏に抜けるタイミング、マリオ・エンゲルス、中に川村入りました。いや綱島選手あれ狙ってたんだったら素晴らしいプレーですよね、はい、浮かしたところですか、はい、浮かしたプレーですね。で東京ヴェルディですけれどマリオ・エンゲルスに代わって坂野が入りました。宮原ついています、さすがですね、ここはさすがの対応宮原、うん、まあ、最初に相手に触らせておいて、はい、その瞬間グッてこう体入れましたよね、ここはスプリントしながら小屋が前に立ちます、下げたボールに対してはミキ、さらには小屋が行く、取り返した小屋、右にミキ、決定機、ミキのシュート、ーナイスブロック、林です。これも林選手、小屋選手の対応したんですけど、はい、このミキ選手にパス出させましたよね、出させてそこでこう最後スライディングしてボールを奪うっていう、まあ、駆け引きで勝ちましたね勝負に、うん、ここで高い位置でプレッシャー、椿が運びます、中に小屋、後ろからミキ、椿またぎを入れて立て、いやいい、ここも林です、素晴らしい対応です ね、また今度はドリブラーの椿との対応、難しい対応だと思いますけど、はい、前で要求深澤、そこは松田が捕まえました、一旦下げて加藤蓮、間に顔を出しました斉藤、その前には坂野がいる、収めた坂野、斉藤を使う、そしてここで試合終了の笛です。